こんばんは、つーみんです。今日はチーズインオムライスを作りました。やっぱりね、チーズ好きとしてはたっぷりのチーズがあったら嬉しいなということでね、2種類使ってみました。とっても美味しいので、皆さんもぜひ作ってみてください。今日も一日お疲れ様でした。明日も皆さんにとって良い一日になりますように。またねー。